は最、い、後、えー、さんずっと YouTube でこうやっている企画、えー、僕はあのー、まあアイドルさんとか、えー、格闘技「埼玉西ブライオンズ」あ「笑いだ」とかこう好きなものが、えー、いくつかあるんですけどあのー、中学生時代からこうずっとビジュアル系のロックバンドが好きということでなん、えー、でしょう,こう好きな、えー、バンドで好きな曲トップ20とか。 トップ15やってみたみたいな企画を最近やっているので今日は、えー、その新しいのも、えー、やりたいと思いますどうなんだろうなカテゴライズ的にこれビジュアル系って言っていいのかなうん今どうなんだろう僕前あのご本人にお聞きした時はあのその表現で構わないとただかっこよかったんですよあのでもそのチェキを売ってあのー、なんかこう利益を出してるようなバンドと一緒にされるのは嫌だなってさらっと嫌味じゃなくてさらっと言ってて お聴覚系と、えー、思った記憶がありますすそうです今日は、えー、ロックバンドリンチ好きな曲トップ15やっていきたいと思いますでえー、っとですねこれもう、えー、今は誰だろうピエロ、えー、サイコロシェームディル・ワン・グレイムックとかこうやら1201にやらさせていただいてさあそろそろ、えー、リンチさんで撮ろうかなーって思ってた矢先にえー うちの,の僕がやってる湘南のラジオ番組に、えーまあ、電話なんですけど葉月さんが生でご出演してくださることが決まりましてあそっかコンプリートボックス出るからじゃあ、えー、っとこの撮るのもうちょっと後にしようと思って寝かせてました、えー、今日はトップ15でやってみたいと思います一曲一曲喋っていくと長くなるんですよねであの下調べしてないですあなんでちょっと情報間違ってたらコメント欄でおいバカとお前それ間違ってるぞと言ってください あまね、これ下調べとかするとまた順位がねこう変わっちゃうからやるたびに変わるぐらいでいいんですよね。15位からいきましょうか。うんえ15位。おこれ好き。1位。どうだろう ?1 位って人いるかな ?15 位はい、えー。クォーターライフ。かっこいいですよね。うんこれファーストアルバムの頭頭じゃない2曲目とかだったよう、ね、な気がするんですけど。うんこうなんだろう 当時のそのなんか今のリンチとこう変わらないっちゃ変わらないかもしれないけどこうなんか当時のシーンのうーんアングラ感まあ密室系とかっていう言葉とはまたちょっと違うんですけどアングラ感みたいなものもこう少し残っていて素敵な曲うんだなと思います暗いですよねうん14位え次これそうですねあこれも入れますねはいえラストナイトはい,いい曲 これはラストナイトっていうタイトルなんですけどアルバムの1曲目とかだったと思います、うん、入りがかっこいいですよねあの渋くて、うん、ライブでももう、うん、ラストナイトから始まるライブ結構ありますよねあれはビジュアルジャパンサミットとかってラストナイト始まりじゃなかったっけ違うけもうこういうのこういうの間違ってたらいけないんであれですねシャドウズの1曲目だったと思いますほうほう13位あ俺これ好きえっ、ー、と最新アルバムになるよね多分なりますよね 最新アルバム「アルティマ」からなんですけど13位は、えー「アルティマ」ですはいかっこいいうんこれもそうだね「ラストナイト」もそうなんですけどリンチのアルバムのこの1曲目イントロかっこいいっすよね全然全然なんかそのうーん曲が似てるわけじゃないけどこう スケール感的にはこうやっぱルナシーとかそういうアリーナクラススタジアムクラスのバンドがまっているようなものをこうアルティマって感じ、えー、させる曲だしアルバムだなと思います前あの渋谷公会堂のライブを見に行かさせていただいた時の、えー、件を YouTube に上げてるので概要欄貼っとこうかななんかあの葉月さんもこうリツイートとかしてくださってすごいリンチファンの方からあの温かいコメントをいただいてすごく嬉しかったですアルティマうん12位はえー、そうねはいこれです ジジャッジメントやっぱこのイントロからこう一気にこう開けていく感じがかっこいいっていうのとこうサビも、うん、かっこよくてまあリーチって感じにしますよね。これなんかでもこういう「あ選ぶの難しいっすね」あっていうのは僕自分が何を選んだか知ってるんであのそうだなジャッジメントを選んだことによって選ばれないっていうジャッジメントをされた曲たちがいるんでね。<laughs> まあ、かっこいいですよね11曲目、うん まあ、トップ15だったら僕はこれ絶対入りますね。はい。えー、フローズン。うん、まあ、これは好きな曲。これもやっぱ音色がこう素敵だし、やっぱりこうサビの美メロというか、はずきさんの歌声とこうマッチしていて、この曲も、えー、人気高いんじゃないですか。なんかね、何年か前、なんかライブのアンコールとかでこう入ってた気がして、あ、俺ね、そのツアー、なんか ZEP か、なんかこう見に行かせていただいたんだけど、フローズンはね、 生で聞いたことないですね。聞きたい。好きです。10位が、えー、これはもう明日、あさって取り直したらもっと上位かもしれないです。はい、えー、ィンかっこいいっすよね。サティンとかも、ラジオって流し、今言った曲って全部ラジオとかで流してんのかな、僕。クォーターライフ流してないな。ラストナイトも流してないから。ィンはもう満を持してという感じかっこいいっす。 うーん一緒にカウントしたくなりますけどやっぱサビが最高ですよねすご、うん、いうねこれシングル曲じゃないんですよ、はい、9位がまあこの辺 <laughs> この辺がコーツつけがたいんですけどうんやっぱグリードですねはい、うんまあ、の曲のこの畳みかけるリフもそうですしあのこうサビの雰囲気とあと何でしょう 葉月さんの歌詞の言葉のこう使い回しみたいなところがあのすごく好きでああんかリンチっぽい曲ってあの激しくてサビが微メロで突き抜けるっていうのもあるんですけどなんかこのちょっと癖のある感じもなんかリンチっぽいというか、うん、他のバンドではあんまないかなっていう気がします、まあ、これの曲全部いい曲ですよね8位がね、えー、ああはいはい、まあ、これは入りますね これもファーストアルバムですねグリーティーデッドソウルかですかねはい、えー、矛盾と空、うん、単純に何だろう。美しい曲というか美しくてこう暗い曲、うん、なんでしょうねあのまあデビッドリンチとかもまた久々に開催されてましたけどこうまあ、デッドマンデッドマンは今もその雰囲気こうあるけどこうやっぱリンチもこういうなんか雰囲気のある曲ってすごく魅力的でなのでこう まあ面と向かうってね、お会いすると、こう、葉月さん会うと緊張しちゃうと言えないですけど、動画越しだとえ言いやすいですね。ライブでやれって思うぐらい、いつか聴いてみたい曲です。矛盾と空。7位が、え、これは、えっとね、これはだから最新作か、アルティマです。はい。何だと思いますかまあ、これはもうキラーチューンですね。アイドル。はい。もう説明不要。はい。聴いてください。 アイドルああのー、あれですね MMA ファイターの大木久保弘正選手もなんかツイッター、インスタではリンチのアイドルが好きって書いてましたけどすごくキャッチーですよね、うん、キャッチーキャッチーだし、まあ、さっきあのこうグリードの時も言いましたけどやっぱこう歌い回しというか葉月さんの節があってこうかっけえなと思いますあのー、余談ですけど渋谷公会堂今ラインキューブ渋谷か、えー、のライブアイドルの時大木久保選手僕関 割と近かっったたんですけどめめちゃめちゃゃ盛り上がってました、まあ、小木功選手といえば吉田拓郎の落葉なんですけどこういうのもやっぱお好きっていうか音楽好きなんだなと思いますよね6位はい,いやこれ結構昔の曲これが昔の曲なんですもんねやっぱ時って経ってますよねはいえー「from the end、うん」これはえー、っとねー でも10年ぐらいもっとじゃないもっと前の曲アルバムの最後に入ってた曲だと思うんですけどえっとベスト版にも入ってますね僕の印象深いのではえっとね幕張メッセのワンマンライブの本編のラストが「えー、フロム・ジェンド」だったような気がそうで「フロム・ジェンド」でスモークタイトル美しかったなと思いますイボークの後にやったのかなこれもそうだな こういういああいうなんかこうでかい会場での大切なライブでキーポイントになる曲ですよね素敵な曲好き5位うんこれはどうでしょう僕なんかよりはるかに熱心なリンチのファンの方はどうなんでしょうこの曲俺なんかこう干され曲なんじゃないって勝手に思ってるんですけどやっぱりリンチを語る上で,で、ね、この曲を欠かすことはできないでしょう MV かっこいいっすよね、まあ、かおかしくて5位ライトニングはいもう これも、この辺もう最後説明不要。大名曲。超大名曲。もちろんラジオ多分、僕番組3回ぐらいかけてます。4位が、えー、これは、えー、っとですね、ちょっとごめんなさいね、えー。僕の勉強不足。アルバムに入ってる曲じゃないと思うんです。えー、っと、アルバムに入ってんのかな入ってないよね、これ。えー、これ、どうだろう。上位にいる方多いと思います。4位なんですね、僕。えー、クリスタライズ。はい。ちょっ ちょっとだけ明るいちょっとだけ明るい。し、やっぱこの、うん、なんだろう、こう展開も少しこう雰囲気、におい立つ雰囲気が、えー、リンチの中でも、こう、若干違う曲ですよね。クリスタライズ、いい曲。バラッドのカップリングですよね。間違ってたらごめんなさい、バラッドのカップリングだったと思います。あの、名古屋クアトロで最近、1回やってますよね。これもライブとかでもっとこう、聴きたいなーって思う曲です。 こっからはうんこう残り3曲なんですよリンチの、えー、代表曲を並べていくと3じゃ全然足りてないんですねだからやっぱねこうフローズンとか入れたことによってだいぶあのー、こう <laughs> 代表曲が削られてるんですがもうでも僕はトップ3に関してね迷わなかったんですね3位絶対これ1位でもいいフェニックスはいまあレクイエムですけど かっこいいですよねこの歌歌うその歌唱力もやばいですし幕張メッセもこう火柱がバーがって、えー、よかったんですけど、うん、今年武道館開催されたら一体この曲はどんなポジションでやってたんだろうなってそういう気になりますね、うん、フェニックス僕があのー、もう今なくなっちゃった曲なんですけど新潟の FM の曲で FM ポートっていうとこで、えー、番組をやらさせていただいた時に、えー、番組の最終回 に、えー、葉月さんからこうお疲れ様ってコメントをねあのい,ただいてすごく嬉しかったんですがその前の回に、えー、最終回に個前に僕はあのー、番組のラストの曲を、えー「リンチのフェニックス」で締めましたうんあのー、この曲自体が好きっていうのもそうなんですけど普通ラジオ番組のラストって結構まったりしっとりした曲で終わるんですけど番組は終わるけど俺は絶対し死なねえぜと不死鳥のように蘇ってやるっていう気持ちとやっぱりあのー ラジオに関しては特にあの多分一番お世話になってるの僕リンチさんなんでリンチに育ててもらったものとして俺に何ができるかって考えた時に、うん、なんかこうしっとり系のバラードで終わるんじゃなくて最終回に向かって突っ走るイメージで行こうということでディレクターさんと、えー、もう完全に意見が一致してさんあのー、セミファイナルは、えー、リンチのフェニックスで番組を終えたいい思い出があります。で この番組の最終回に、えー、葉月さんからこうコメントいただきまして当時ねアルバム「ジョーカー」発売のタイミングだったんですよなので当然まあ営業としてこう番組であのジョーカーをかけなくてはならないじゃないですかでもね俺めちゃくちゃかっこいいんですよずきさんがかける曲なんだけどとコメントの最後に「あの山内くん俺も世話になったよ」と「山内くんの好きな曲かけないよ」ということで、えー、選曲をお任せくださったんですね えー、かつてそんな計らいをしてくださった方は葉月さんの他に一人もおりませんでもアルバムジョーカーリリース直後ジョーカーから選曲するのが、えー、当たり前ですよねすいませんでしたにあフレア <laughs> 大好きインフェリオリインフェリオリインフェリインフェリオリティコンプレックスインフェリオリティコンプレックス、えー、ラス曲だラス曲、うん、これフローズンも入ってるアルバムですねこれが僕は大好きなんです リンチで一番好きかなって僕は当時思っていて、えー、あのこれに関しても番組ラジオ番組の最終回でかけるときにあのまあ仕事なんで正直データでいろいろやり取りをするんですけどディレクターさんがそのリンチさんの,その熱い思いに対して答えようということでなんかラジオのディレクターさんって本当そういうことしないんですよ本当そういうことしないのにわざわざちゃんとこう新品をあのネットでこう取り寄せてちゃんとこの開封してその番を PC に取り込んでそれを焼いてそこからちゃんと、えー、全国の皆様に音をお届けしようっていうすごいなあの聞いてる人には誰にも分かんないんですけど真、まあ、心込めたあのことをさせていただきました僕あの仲良い,いデザートの空くんドラムの空くんもなんかねインスタかなんかの番組かなんか分かんないけどリンチの好きな曲って言われた時に「ああフレア」って言ってて「あ,あやっぱ空分かってんな」と思いましためちゃくちゃかっこいいですよねただちなみに葉月さんに「フレア」にしたんですって時は「 ふフレアか <laughs> みたいに。あ、そっか。そういう感じなんだ。みたいに言われたんで。ちょっとあれ違ったかななんて思っちゃったんですけど。フレアかっこいいっす。はい。さあ、1位。んでしょう。イボーク出てない。ムーン出てない。ミラーズ出てない。そしてアドア出てない。ごめんなさい。最新こそ最強。アライあ、まあのー、武道館。 まあ残念ながらコロナの影響でこう中止になってしまいましたけどえアニバーサリーで武道館初の武道館ワンマンに向けてえ書いた曲だと思うんですけどもうやっぱねこの正直リンチさんの人気を見れば武道館別にやろうと思えばいつでもできるしできたはずなんですよただあえてその記念すべき時までえ眠らせてきた武道館という思い出がある時に僕の試験ですよ バンドの長いキャリアの中で史上最高傑作をドーンと1曲出してくるその強さみたいなのに僕はえ痺れましたこの曲があるからまたえーきっと武道館にはまどうでしょうね林地、まあ、さん次第なんですけど、まあ、いつでも立てると思うんですけど間違いなくえ立てるでしょうしもっと大きなステージもえー見えてくる曲だなというふうに思いますこれあの本当にう 僕も、えー、リンチさんのアルバムすごい数出してますけどこれはまだアルバムには収録されてない、えー、配信で短曲ですが僕はリンチの一番かっこいい曲だなというふうに思ってます。さあというわけでもう歴史がありすぎて、えー、かなりこう代表曲が抜け落ちたベスト15になりましたがリンチファンの皆さん的にはいかがでしたでしょうか あーこいつにわかだわかってないなとかあーそこ入れるんだとかいろいろあると思いますがあのあったかいコメント厳しいコメントも、えー、待ってます俺ならこれ入れるぜとかなんかそういうコメントもらえると嬉しいなはいというわけでだからそっかこれいつアップするかわかんないですけど、えー、今週末は葉月さんが電話でうちの番組出てくださるのか嬉しい恐れ多いですがう まあこの動画を見てくださってる方も聴いてくれてたら嬉しいなというふうに思います。りんちさんコンプリートボックスも出ますしあのー、まあなんでしょうね一曲も知らなくても初見の人がいきなりライブに行って楽しめる怖いバンドっていうかうん怖い見た目だけど一曲も知らなくても友達に誘われて行ったら絶対楽しめるようなライブをしてくれる信頼できるかっこいいロックバンドだと思いますので、まあ、これを機にっていう方もいたら是非、えー、リンチチェックしてみてください。 もう手短に78分でまとめようと思ったらもうこんだけ時間経っちゃうんですねすいません長いことやって、えー、最後まで見ていただきありがとうございました。